はい、こんにちは。ミュウダゲでパワーアップガッツアミリンです。今日は少しね、下から見上げる視線で送りたいと思っております。えっ、ー、とね、アミリン、このね、えー、ね、何度も何度もこう超能力ね、ここの超、超が大切ですよ、ということで言っております。ね、えー、30分一座をするときにもね、えー、超、超、超能力ね、 に、えー、気持ちをね、寄せて、座ってください、ということを言ってますけども、そもそもどうして腸なのと、どうして腸なのということをね、えー、復習でやっていきたいと思っております。えっ、ー、と、まずね、えー、私がこうね、えー、非合テキストとしているこうね、ブルーブックスの体の中の外界腸の不思議というところを含めてね、 やっていきたいと思っておりますが、えー、まずね、えー、どうして長なのっていうことで、二つの観点からやっていきたいと思っております。えー、まずは、生物の発生という視点から、もう一つは、生物の進化という視点から、いざっていきたいと思います。まずは、生物発生ということですね。アミリンも一応、生物です。<laughs> ミミズも生物。ね。えー、猫も生物。 ね、です。えー、その生物がね、どうやって発生するのかということで、えー、この蝶の不思議というね、本の中に、えー、差し絵がありますけども、その中から取りまして、拡大、コピーしまして、ちょっと寄せていきましょうかね。はい。それでは行きまーす。えー、まずね、うーん、蝶は最も早く発生する期間であるということなんですね。えー、ね、ということで、これ、受精卵。 受精卵ね。えー、アミリンも受精卵から生まれましたね。えー、人間の場合は生死の、精子と卵子がガッチャンコして受精卵が生まれましたということですね。で、生まれて、その後、こっちにも書いてありますけども、受精卵から16分割系計を経てね。ね。で、えー、それから、この、現、えー、ここに行くわけです。現鳥肺ということになるわけですけども、ね。そのね、 そこで、真っ先に作られるのが、まず最初に作られるのが、この幻聴というね、えー、腹っ腹の腹に腸ね、幻聴というに、ね、腸の原型が作られる。で、生命が発生した時に、まず最初に作られるのが、この幻聴。腸の大元が作られるんです。この幻聴が、この腸のね、腸の管、腸管孔、腸管空間になるんです。 で、ここが、こう、肛門ということですね。これがもう、これが、えー、まあ、えー、生物、いわゆる生物と言われるものの、こう、原型なんですね。だから、人間とか、ミミズとか、猫とか、が、ね、生まれて出てくる時の、最初にできるのが、幻聴、蝶、なんです。ということは、ここにすでに生命が宿,宿っているわけですね。生命が宿,宿っている。最初に、 生命がつくのが原状ということで、まあ、えー、魂というかね、今から大きくなるぞ、人間になるぞ、ミミズになるぞ、猫になるぞっていうのは、このね、その、ここに、ここからスタートなわけですね。だから、えー、蝶のところが全ての生物の源だということで言っているわけですね。で、もう一つの観点からいきます。ちょっとこう行きますね。ちょっとずらしますと、えー、生物進化の 生物の進化の過程から見ていきますということで、こうね、こう、こう、系統図が載っていますけども、で、えー、これもちょっと、少し拡大しましょうかね。はい、はい。で、ここにね、えー、これは、こ、これゴキブリさんかなこれはネズミ、アヒルさんかなということで、色を書いてあるんですけども、こう、ずーっとね、生物が、生物のね、 えも、ー、うずっと辿って元に行ってみるとこ,こにカエルさんがいます。カメさんがいます。魚さんがいます。サメ。えウナギ。あ、ウナギじゃないかな。ウナギの元へとなったエンコーリーいうことで。全部の生物の進化の大元にはね、ここにヒドラって書いてあります。ヒドラ。ね。好調動物。ちょっともうちょっと確認し、拡大しますね。好調動物。ね。えー、こう。 ね。蝶。蝶を持った動物。蝶だけの動物。いわゆる蝶だけの動物ね。蝶だけで生きていく動物。まあ、もちろん脳みそとかもありません。ね。脳みそとかもありません。蝶が考えて動いてるわけです。この蝶蝶動物っていうのは。ね。で、ここの蝶蝶動物でも活動をして生命力を持って動いてるわけですね。で、だからこの生命の、こう、宿、宿り場、宿,宿り場というかな。 今から、えー、今から、ひどわになるぞ今から、ね、これはなんだ原作動物になるぞミミズになるぞというのは、この蝶のところに、その、強い意志とエネルギーがあるわけですね。ここが、すべての動物の進化の、ね、大元。もうやっぱり蝶なんですよね、蝶。ということで、また引きます。ということで、 生物が発生する。生物が発生する。ね。一人の一匹の、ね。一人の一匹の生物が発生するときに、最初にできるのも、蝶。であり、生物が進化する過程の最初の段階でできたのも、やっぱり、蝶だけの動物。高蝶、空蝶動物。ということで、 両方の面、ね、生物発生、生物進化の両面から見て、蝶に、ね、今から大きくなるぞ、今からね、えなんかな、進化するぞ、今から大きくなるぞというところはね、蝶のところに最大の源があるわけです。蝶にしかないと言ってもいいですね。だから、蝶に魂が宿る、生命が宿る、えー、生命の本体は蝶のところに、 宿ってますよということなんですねわかっていただけましたでしょうか今日はちょっと、えー、生物学のお授業でございました。ということで皆さん、さよならバイバーイ